全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。内から押して4番バイスシャワー、7番スカーレットキング譲りません。その後は10番今成田ブラザー、8番ミレニアムマシニカ好位をキープ。少し差が開いて5番アンナワンダフ、各馬第1コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて9番セネスティアル、11番奈良のアイ、そのうち1番イケメンクリア、2番112フツ真ん中あたりにつけています。その外16番セットアップ、少し差が開いて15番折り曲げ元気、これからバックストレッチに向かいます。内から13番トレタロイヤリティ、そのうち6番オアシスマーベラス、少し差が開いて18番枝豆、これを見るように内側14番ゴールデンスズが、 1000m の通過タイムは1分0秒5、外を抑えて17番イージコダービー、少し差が開いて12番万の金返せ、3番フォレストウィング後方、冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭はリマナリタブラザー、後ろに8番ミレニアムマシリカ、7番スカーレットキング好位をキープ。18頭大欅焼の向こうを通過、1馬身相手4番バイスシャワー、少し差が開いて9番セレスティアル、少し差が開いて1番イケメンクリア、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負、このまま2頭の一騎打ちとなるのか。先頭今成田ブラザー、400を切って先頭今成田ブラザー、そしてスカーレットキング今成田ブラザー、先頭迫るバイスシャワー、あと200、バイスシャワー先頭に並びかける、バイスシャワーかわして先頭に立った、バイスシャワー伸び足がいい、今成田ブラザーすごい足、バイスシャワー押し切ってゴール。勝ったのはバイスシャワー、鞍上は角田山と騎手、バイスシャワーブリーダーズカップを制しました。2着今成田ブラザー、3着にはセレスティアル、